剣道始めるってこと、それはね、ジョージさん、剣道せないか、そんな、せはなですね、それは良くないですよ出ちゃうんで、なるほど、作り直そう、あ、じゃあそれで行きましょう。ロリコンちゃん、松本です。あっちょこです。こんにちは、花田です。よろしくお願いします。お願いします。花田先生、どれなんですか。こいつが剣道始めるということ、はい、よろしくお願いします。デビュー。29歳。29歳。今年30歳です。はい。初めてです。あと半年でクリスマスイブに。何をもってそんな。心を鍛えるためです。あ、そう、卑怯なんですよ。はい。卑怯。そう、これもう視聴者の皆さんね、もう知ってる人も多いと思うんですけど、めちゃくちゃ卑怯なんですよ。浦野さんが3、40分遅れてきたことがあって、で、浦野さんに僕は怒ったんですよ、で、お前なんでお前時間ないのに3、40分も遅れるかと、お前バカかっつってめっちゃ怒ったんですよ、そしたらすいませんすいませんって浦野さん言うんですよ、でも原因こいつやったんですよ、僕がこいつが間違えて伝えてたから、浦野さんに間違えて時間を伝えてたから浦野さん遅れたんですよ、でも浦野さんは何も言わずにすいません遅れてすいませんって言ってたんですよ。遅れたことがね、そう、それで普通はですよ、いやすいません自分が時間間違えたんですって言うじゃないですか、これ言わないんですよこいつ。それはね、ジョージさん、剣道せないか。僕らの仕事上、メルマガ出したりとかするわけですよ、で、そういう文章を作ったりとかするのも、人もパクるんですよ、すぐパクって劣化させるんですよ、だからもう卑怯なんですよ、もうなんかあったらすぐなんかずるい方に行くんですよね。ごまかしで生きてきたっちゃね、今までね。あ、そうそう、そうなんですよ、もうまさにその通りです、ね。だから消費者センターからなんかいろいろクレームが入ったりとか、うちに弟子入りしてくる前に別の転売かな、転売です、ね、のなんかでいたんですよ、そこのグループに属してて、そこがもうね、すごかったよね、他の拠点のグループがやらかしてですね、もうグループなんで全部来るわけなんですよ、で朝9時からですね、消費者センターから電話来て、もう対応して全部返金とかね、そうですよ、でクレジット会社と戦って、で結局聞いたら会社の所在地とかも全部架空のやつにしてたりとか、もういいかさまばっかやってたんですよ。ごまかし、そうだから、それでやってきてるから、もうそれ癖ついてるからやめろっつって僕はずっと指導してるんですけど、なかなかそういう癖って抜けんもんね。僕師匠ですよ、要は札幌歩いてる時に凍ってるんですよ、道路が、バワーって滑るじゃないですか、僕のこと押すんですよこいつ、自分が助かろうとして、なるほど、自分も滑りかけて自分が滑りかけて僕のことをバーって押したんですよ、戦国時代に足軽が、ああ矢が飛んできたっつって大名をこうやって出すわけないでしょ、もうそれと同じことやってるわけですから、卑怯なんですよ。自分に自覚があるわけ、無意識です。無意識、はい、無意識じゃないけどね、はい、怖いよね。そうなんですよ、だから無意識の卑怯が一番立ち悪い。松尾道中記、スポーツはね、そういうごまかし期間からね。そうですね、でも卓球はやってたんですよ。卓球はやってたんです。上手だったの？そんなに県大会ぐらい。県大会ぐらいって結構上から来るね。県大会ぐらい、いやぐらいだ。って大変よ、そこりさん。全然卓球人口がぼちぼちだよ今。でもいろいろ部活の状況とか聞いたら卓球部屋めっちゃ多いって言うもんね。あ、そうですね。そうなんですか。そうよ、今なぜなら入りやすいからみたいな、はい、ああ、なんかそうらしいですね。みんな卓球できそうな気がすんじゃん、はい、動画も手軽じゃん、はい、だから卓球部ってめっちゃ多いらしいよ。しかもほら家の中でできる練習する、まあ、まあそうですね、やろうと思えばできるやん。やろうと思えばできますね、素振りもそんな場所取らんし。そうですね、だ素振りするにしてもさ、野球とかさ、テニスとかやったらもう結構な場所取るわけ。取りますね。手の長さあればいけるけどね。いけますね。でもだいぶほらみんなの剣道とかずっと見てきたでしょ。はい。どんなやれそう。いや、まだやれなさそう。やれそうな顔してる。やれそうって顔してる。僕ならできますよみたいな。全然二階堂さんができてるならみたいな顔してるよ今。いや、そん花田先生、それは良くないですよ。それは良くないです花田先生。でも俺が怖いみたいな。いや、あ、でも後輩やからね。いやでもチョコリの後輩なんですよ、二階堂さん、はい、チョコリの方が先輩なんで、そうです、うちの弟子としては全然先に入ったのがこうやってたんで。なるほどね。松尾太道だから小学生に混じって最初は、はい、一番稽古させてもらう、一番小さいこのコースで、うん、お願いします、うん、小さいこのコースって何やお前そしたらお前はしごお前こうやって行かないから、そっからやから、ラダ、一番ラダラダラダか、はしごじゃない、ラダ。松尾太道中記、もう一つあるんですよ。僕らがこう剣道やってて、飛鳥さんにご指導いただいたじゃないですか、それが羨ましいらしくて。へえ、はい、ファンなの？ファンになりました。またと？そうなんですよ、僕が一回コンサート連れて行ったんで。へえ、2年前かな、2年ぐらい。すごい、それは喜ぶんじゃない。松尾太道道着袴買ったんでしょ。
買いました。防具も。防具も買いました。オレンジにしてます。え？オレンジに防具してます。どうね？あ、どうどう。防具オレンジだったら全部オレンジやけそんな格好悪いことない。ね、カスタマイズしてオレンジに。そうね。いいね。目立つやろね。それなんすよ。ただメガネですね。これコンタクト入れれないんで。うん、見えるかどうかっていうのが。どれぐらい視力？0.1 です。まあでも大丈夫じゃないかなっていう話は二階堂さん、二階堂さんも目悪いんで、うんうん、文字は分かんないですけど、なんか物体は市内大きいからですね。逆にそれで見えないこと離れてれば責められることないから、うん、多分大丈夫。まあ見えるに越したことはないけどね。コンタクトがなんで離れないの？ドライアイなんで出てくるんですよ、コンタクト。出てくる？はい。いや、コンタクト。先生出てくる。コンタクト出るんですよ、ドライアイで。いや俺もコンタクトよ。目の潤いが少なすぎてですね。最初つくんですけど、だんだんこう。それいつぐらいの話？これはあでも2年前ぐらいの話。いや最近、結構最近やん。夏場サングラスかけたいなと思ってやってみたんですよ。ええ、出てきたんですよ。あ、だからその変なサングラスを。あ、これはあのブルーライトカット用です。あ、そうです、はい、これサングラスじゃないですよ。出るコンタクト？いや、僕は経験はない。出るんですよ。ドライアイ。乾く人はそうなんですかね。だからずっと目薬してないと出ちゃうんで。なるほど。あ、そうか。その2時間とかでもダメなの？2時間でも出ます。いやいや、もう結構ひどいね。でも目薬がそうですね、30分に1回とかつけないとダメなんだ。へえ。だからもし見えんやったら眼鏡買えばいい。わかりました、うん、あの、うん、あれ剣道用のね。ダサいよめっちゃダサい。ここゴムやもんね。そうそう丸い、丸しかない。丸しかない。あんまいないですよね、つけてる人。上がリョウさんの眉毛みたいになってますもんね。そう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 、つながってる。コンタクトがね、今安くなったからね。目が小さいんで入れるのも時間かかりますし、すぐ出ますし。まあでもとりあえず裸眼でやってみてね、うん、はい。松尾田道楽しみやね。はい。一番もう最初からやっぱ教えれるんでいいですよね。何が教えるの？いや、僕教えたくないもう先生方の。じゃあまずあの未就園児と一緒に入った方がいいかもしれない。はい、お願いします。そこからお願いします。そこはじゃあうちの佐藤に。お願いします。ああ、佐藤先生。佐藤先生にお願いします。未就園児コース佐藤先生ね。お願いします。いやって言いますからね。そう高いからこれ上手佐藤先生7段2回で合格したよ。そうなんですよ。おめでとうございます。おめでとうございます。素晴らしい、素晴らしい。佐藤先生声高いよね。高いですね。あとね、声を悩んでました。掛け声何しようかあの剣道やるってなった時に一番に言ったのが掛け声何にしようかなって。そんな考えんでいいよ。浦野さんウェアなんですよ。二川さん、あれはたまたまや。ジャスなんですよ。で、ラガーさん癒しなんですよ。あ、そう。そうしたらラガーはね、ラガーちょっと独特やもんね。あれなんか文化が違うんですね。僕松田さんから聞いたんですけど。あっちは北陸やけどね。北陸とこっち側って、うん、ちょっと違う。声を伸ばすとかその考え方とか。いや、怒らん。ラガーが言ってたのは、うん、イエスって言うんですよ、声かけるとき、うん、で、長く出してると、うん、途切れた時に攻め込まれるから、うん、短く出すようにしますって言ってた。あ、タイミング分からせるようなもんだからって言われたんですよ、うん、なんかメイン紐も紫って言われたね。ええ、有段者が紫にメイン紐もしてくださいって言われてもらったんですけど、僕そんな聞いたことないから、あれそうなのって言ってないね。こっちはあんまないですよね。でもなんかその北陸側のはあるみたいですよ。ラガーさん自身も向こうで少年剣道を教えてる指導者やってるから、うんうんうん、多分間違いはないと思うんですよね。で、うんうん、木刀による基本芸法。ああ、そうですそうです、うんうん、あれを習った時もこういう理論でみたいなことを聞いたんですけど、型が違ったんですよ、うん、先生たちに習ったの、うん、あの若干ね、先生たちに習ったのとちょっと所作が違ったりっていうのが結構あったから、うんうん、だいぶなんか文化が違うみたいですね。うん、それ紫の面紐って何やろうね。わかんない、わかんないです。なんか有段者はつけとくんですよみたいな。ルールなのかな。ハズルールかもしれないですね。多分もう一番やっぱそのなんていうのかな、やっぱかっこいいと思うシチュエーションはあるよね。やっぱ全日本選手権よね。ああ、そうですね。ただ紫の面紐なんかしとう人誰もおらんしね。通常11月3日にあるっちゃうからね、文化の日にね、日本の位置を決める。北陸のやつやな、じゃあ、うん、北陸あたりの多分文化じゃないかな、ね、新潟やからね、ラガーが。うん、そうですね、うん、でも新潟剣道盛んやもんね。あ、みたいですね。うん、燕中学校とか言ってからさ、大体もう中学校でも全国大会に常連で大体来るし。あれです、ラガー燕市出身。ああ、だからほら、福岡の筑紫大という女子、はい、剣道部は大体年1人か2人はこう燕からね入ってくるもんね。うん、へえ。そこのこうラインじゃないけどやっぱこうずっとあるよ。そうなんですね。うん、松尾田道ちゃん。あと剣道でですね、うん、ビビリをなくしたいですよ。あ、やっぱすげえビビリなんですよ。うん、防具を選ぶときに、うん、コテって柔らかいのを選ぶじゃないですか。うん、手首が動くように、うんうん、こいつ硬いのを選んでたんですよ。
なんでって聞いたら、うん、いや痛くないようにですって言うんです。防御力が高いし、そんなわけない、どっちも一緒じゃないですか基本で。だからその場で僕がコテを叩いてやったら真っ赤になっちゃって全部一緒です全部一緒です関係なかった。それは中にサポーターつければいい。ああ、あるんですか。あら、つけとるよ。僕つけとる。俺もつけとる。痛いもんだって、コテは痛いですよ。浜瀬先生の痛いもん、うん、痛い。ハンセン先生痛いですよ。手首落とされるかと思った。本当に本当に。そうなんですよ。そうなんですよ。いやでも僕思ったのが痛いってでも大事だなって思います。だって、うん、実際の決闘だと結局怪我なわけじゃないですか、うん、死なわけじゃないですか、うん、で痛いとやっぱり受けたくないから、うん、受けないようにってやっぱ考えるじゃないですか、うん、っていうのって大事ですよね、うん、だけどその痛さは俺力で打ってないと思うと。なんか痛いイコール力が強いじゃないわ、なんかそのやっぱ何とかのこうバランスで打っとうと思う。なんかこう体重のかけ方とか、はい、なんかだから俺の気持ちの中ではポンしか打ってないわけよ、でも俺よく言われるとコテ痛いって言われるけど、そんなコッて打ってないもんね。そう、まあ、そうそう、そんなことしたら折れますもんね。パンってしようけど痛ってなるじゃんね、そういうのをやっぱ掴んでいかねえかよね。そういうことですよね。大振りでコテなんか来られたらもうね、ほんと折れるぐらい痛いけんね。ああそうかそうか。これ上段からのコテがめちゃくちゃ痛いのよあれ。いやあれ痛いっすよ。上段の人のコテは痛い。僕あの上段からのさ逆胴、あの前の胴でさ、あの稽古をさせられた時はもうたまらんったですよ。グリーンさんね、上段からフェイントして逆胴するっていうのを受けたんですけど、僕痛いって言ってたじゃないですか胴がね。あれをねずっと受けてて何発ももう死ぬかと思ったんですよ。ペライ堂で。そうですそうです、あのペラ堂で。ペラ堂で。あの偽物のね。偽物の堂で。だからコテは大丈夫。だからビビリなんですよね。はい、要は。なんかすぐこう例えば構えて、うん、パッて僕は前に出るじゃないですか。うん、そしたらへーって言うんですよ。もうそんぐらいビビリなんですよ。ね。怖いですよね。でも性格自体はイケイケなんですよ。どっちかというと。そうですね。やられた。試合とかしてみたいのちゃんと。試合をしたいです。倒したいです。本当。倒したいです。倒すとかは好きなんですよ。二階堂さん倒したいです。お、倒すってことは勝つってことやね。二階堂さん勝ちたいです、ね、先にとルールの中で勝つってことやね。勝ちたいです、もうだってどう溶断したいです。1年ぐらいだったら分かんないですよね。でもね、初心者の1年とかだったら二階堂さん次第と下手したらスパン抜かれる可能性ありますよね。僕横ばいでやばいですね。松尾田道防具もせっかくいいやつ買ったやんそうですね、洗える防具買ったやん、はい、二階堂さんもあらゆる防具買ってなかった、はい、内輪だけあらゆるとあれ、内輪だけ、うちのここあるじゃないですか、ここの部分、この丸いあれをマジックテープで外せるんですよ。 それさ、質問していい、はい、洗うじゃん、はい、1日で乾くと思う。いや1日で乾かんと思います。ってことはその何日かその面使えんちゃろ。普通2本入ってますもともと洗い替えが。あ、そういうこと、はい、あ、そうなんだ。予備が1個入ってました。あー、じゃあいいね。それいいね、はい、なってました。で、多分買い足せると思うんですよね、あれだけで。うちわだけ。そんな感じだったんで、多分だから部活の子とかは、うん、ある程度 3、4持ってたら回ると思いますけどね。そんなに洗わんやろそんなに洗わんそんなに洗う。あ、そう、あ、そっかそっか、通常洗うもんじゃないけど、ね、洗うん。あと、でもコテもね、洗えるやつ。コテは丸洗いできる。コテは丸洗いできる。だけど、洗ったら何日かかるとって思うわけ。あれ、まあ、確かにどんぐらいだろうな。まあ、浴室乾燥機とかがあれば多分大丈夫でしょうけど、普通の乾燥機だと縮む、うん、とか中の綿とかが大丈夫なんかなとかさ。あ、綿じゃないんやろうね、そしたら。あ、ジャージ、そうです。中よ、中もよね、多分詰まってると思います、あれ中、うん、素材自体が何重にもしてあると思います。松尾田道中高いの買ったもんね。そう、そうなんですね。そうそう、全部で13万ぐらい13万ぐらいしましたね、全部で。頑張ったのよ。そこそこいいやつ、結構いいやつね。まあいろいろ他にも買ったけどね。そうですね、うん、おすすめセットで。まあ何より綿タオルですよ、一番高いの。そうですね。50万100万です。100万8万でしょ。オレンジ、オレンジ、オレンジ8万100万、いやそれ僕は出したんですけど、ね、ありがとうございます。は、僕はお金全部出しました、8万。安い防具セットより高いですもんね、8万って高いよ、高いよ、綿タオル8万ってそれをのけて13万、13万で。あれも入ってた、キャリーとかも入ってた、ね、あ、そうそう、ハッタの武道具光さん、輝くって書いて光さん。へえ。ハッタの公民館かなんかの横にありますね。ミニストップの前にあります。へえ。なんか買ったらなんかサービスしてくれますね。松田道中君たちって、松田道中君たちでサービスするって言ってくれてるんで。若いですよご主人、若い人が一人で。小松さん3人子供がいて、3人子供はしてるみたいですけどね。剣道で今度ね、タイミングが合えば、うん、事前に分かれば店閉めて稽古来てくれるって言ってたんで、うんうんうん、三段なのでその方も、うんうんうん、松尾さん三段取ってもう何年、2年、1年、
いや、だってまだこの前撮ったばっかです。今年の今年の2月、いや、この前娘さんとご一緒させていただいた。あ、そうです、紹介していただいた。あの時なんで、あまだ2年ぐらいあるってことやね。そうですね、あと2年半ありますね。っていうことはもう、そういう言ったらもうつい2段やもんね。まあ、あと半年で2段受ければ、ね、あと半年ですね。もう楽しみやね。2段受かりますかね、2段。この前上場酌量で合格やったんで今回は満場一致で合格したいですね。いや、だってびっくりですよね、浦野さんとかね、逆さまに構えてるんですよ。歯が上に来てるんですから。逆刃刀ですよ、もう。肩でやろ、肩で。それで受かったんだからびっくりですよね。もう相手が落ちなくてよかったですよ。いや、ほんと ね、相手がそれでテンパって間違ったんや。そうそう、相手がやり直しさせられて逆逆って教えてくれたのに。で、踏み込みができん人もね、初段受かったわけ。大丈夫、踏み込みちゃんとできる。踏み込みできんの声はね、会場位置僕は出てた自信があります。松尾ジャスですよね。そんくらい違ったね。ジャスじゃなかった。ジャスももう使いませんよ。そうそう、あれかっこ悪いけど、ね、あれはラガーさんのその短い方がいいという教えのヒントをもとにやったけど、こっちではそういう感じじゃないっていう。ちょっと試しにちょっと声出してみて。いやーちょっと、いやーなんか違和感あるよね。なんでやろうね。軽いですね。なんでですかね、これ。これ違和感ありますよね、なんかね。うん、お腹からね。お腹か。あと迫力ですかね、なんか。相手をこう威圧する感じ、威圧感がないですね。声が大きいだけで。なんかよくね、声を出すコツとしてね、はい、やーとかじゃなくてね、一回イを入れたら言いやすいとかあるわけよ。なるほど。いやーとかさ。なるほど。いやー。あ、よく言うじゃないですか、いやーって。いやー。もっといいよ、グーって入れないか。いやー。ああ。おーおーおー、今のや。かっこいい。あの、覗いてます。喉から出すから。いやー。いやだから、いいかうーやな、うん、うーやったらもう、ウェアーって言わないからね。ウェアー、それが裏のさん、裏のさん、松尾太郎ちゃん。もうあれも作ったと。あ、全部作ってます。はい、また作りました。タレネ山本で作った。山本で山本、本名本名山本です。福岡山本ってなんか普通な。調理から来るとなんかね、まあ、まあ本人に責任がないもんね。二階堂さんとか二階堂とかさ、そのイメージやなんか雰囲気的に。ああ、でも商談審査とか用に本名でも作ってますからね。そうそう、本名タレ、本名タレと2枚持ってます。で、浦野さんは裏の飽きてるなんで、うん、分かる。チョコリ作った方が良かったですかね。チョコリ漢字で当てて作ればよかったのに。漢字で当ててあるかな、チョコリ。超越の超に五にリやろ。ゴリ三国志みたいな。超ってこと。あ、いいね。ちょっていう字がね、はい、あればね。ちょ、八回のちょ。あ、貯金の帳でいい。貯金の帳。貯金の帳。ね、うん、貯金の帳に。ゴリ夢中のゴリで、うん、いいよ。ちょゴリ。作りましょう。あ、じゃあそれでいきましょう。松尾太郎地域。うちの孩子がちゃんと子供たちの前でみんな挨拶ね、帰る。はい。そう、みんな先輩やから。はい。お前より先輩やから。はい。あ、そうだけど今度来られた時はあれやね、賞状もらってないの。まだもらってないです。商談審査もらってないです。商談のはもらってないです。賞状渡しようかね。やった、子供たちの前でね。やったー。3段松尾太郎中継。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。人数増えたんでね、よろしくお願いします。お願いします。さよなら。さよなら。さよなら。ご機嫌よう。ババンババン。